皆さんこんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は経営科学出版の提供でお送りいたします。キャスターは私コウケノート、三橋貴明です。三橋 TV は三橋貴明のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。なんか YouTube のコメントとか見てると、はい、やっぱコウケさんって美人なんですね。いや、そんなことすごいね。コウケさんが出るから見てるっていうふうに書かれたってことで微妙にショックなんで、まあ、いいですけどね。はい、私もコウケさんが、まあ、まあお話してるから毎週元気もらってますから、ね、本当ですか。はい、元気もらってます、ね、よかったです、はい、ということで、今日はですね、いきなりヨーロッパの話なんですけど、はい、西洋の自治、はい、ダグラス・マレーのどの辺まで読まれました？私7分の1ぐらいまで。あ、そうですか。じわっと今ちょうどイタリアに移民が入ってくるところのお話を、うん、あのイタリアに入ってきた移民っていうのは、うん、基本的にそのブラックアフリカの方々なんですよ。ブラックアフリカって分かります？うん、こっち、ね、サハラ砂漠の南の方々なんです。うん、でサハラの南って今ね本当に人口爆発になってます。なんかに日本って人口が減少して大変だとかなんか騒いでんだけど、はい、人口が増える方がよっぽど大変ですからね。うん、なぜかというと特にあのサハラ以南の例えばニジェールとかあの辺りっていうのはその毎年 3%4% のペースで人口が増えていくんです。これどういうことかというと、一組の夫婦がだいたい8人から9人子供を産むんです。え、生涯でというか生涯で、はい、すごい大家族ですね。大家族なんです。でその8人か9人生まれた子供たちが結婚して8人か9人の子供なんです。大変な状況なんだこれ。でなんで何が大変かというと、まあ、簡単に言うと職がないってことです。はい、そういうような爆発、まさに人口爆発の状況の若者を特に男性ですね、吸収する職っていうのはそのまあ先進国ならできないことないんですよ。財政拡大するって手あるんだけど、あのサハラ以南のアフリカ諸国だとちょっとできないですね。ということだから要はそのなんかさっきからなんか数で言ってるけどね、その8人9人の生まれた子供たちだってそれぞれの人生ってものがあるわけですよね。はい、当たり前ですよね。その人生において例えば若い時にちゃんと就職してお金稼いで結婚してそれで家を建てててみたいな、こういうライフストーリーみたいなのが誰でも持ってるわけですよ。それなりに国ごとに違うんだろうけど、でそういうのがもう成り立たないですよね、競争が激しすぎて。うーん、だから若年層の失業率で 50% とかになっちゃうんですよね。半分、はい、あ、ちなみにギリシャとかもそのぐらいになってましたけどあのリーマンショックの後に。でもそういう職を得られない若者はどうするかというと新天地を目指すわけですよ。うん、でなんとかとにかく食えるところに行きたいと、お金を稼ぎたいということで北へと。でサハラ砂漠越えなくちゃいけないから、はい、命がけで、もうその時点で命がけですよ。うん、はい、でサハラ越えてリビアにたどり着いて、でリビアのブローカーに莫大なお金払って、それであの地中海を渡らせてもらうんだけど、うん、毎年何千人って死ぬわけですよ。うん、だってブローカーからしてみたら別に信用なんかどうでもいいんで、とにかく金を出してもらったらそれをゴムボートに大量に詰め込んで俺行けと、うん、ボロボロの船なのか、なんで、はい、一応出したよって形で、でむしろなんかちょっと前までは、今そんなことないんだけど、イタリアが前の政権の時はわざわざそういうのを助けに来てたんですよ、イタリアの海軍が。だからむしろボロボロでいいんですよ。あ、ちょっと出りゃだってイタリア海軍来てくれたろみたいな。で沈んだら、あ、運が悪かったねっていう、そういう世界ですからね。それがイタリア。はい、で、これ、なんでそんなことになったかというと、もちろんそのアフリカの人口爆発という供給側の問題もありますが、まあマレーが書いてるように、ヨーロッパ全体で変な食材意識から移民は受け入れなくちゃいけないんだ、うん、みたいな思い込みがあったわけですよね。うん、あれって、マレーの本って結構グロテスクですよね。そうですね。こう言っちゃなんですけど、はい、もちろんそのイギリスのジャーナリストが書いてるんで、うん、そんな何でしょう、まあ、グロい描写とかがあるわけじゃないんですけど、話自体がグロテスクだなと個人的には思ったんです、うん、はい、で日本はそういう風になるんですよこのままだとっていう話をいろいろやってきたわけなんだけど、ちょっとヨーロッパの話を今日したいんです。はい、今日はね、最初はこちら、あ、すいません間違えましたね、この話をしたい、英国へ珍しく短いタイトル、シンプルシンプルに。これは1月20日のブログですかね、
で、これなんでこれ書こうかと思ったかというとですね、はい、この今のそのヨーロッパの政治の動きの中心にあるのはまあイギリスなんですよね。なんでかというと、まもなく欧州連合から離脱するから、はい、3月29日ですね、まもなくなんですけど、でそのブレグジット、いわゆるブレグジットの方法が決まらないっていうのもあるんだけど、まあ、それ以前になんでイギリスが欧州連合から抜けたかったんですかというのを考えたときに、それはまあその移民の制限ができないとか、ベルギーのブリュッセルが押し付けてくる政府、まあ、そこに欧州議会があるんですけど、そこで作った法律をイギリスがちゃんとあの合わせなくちゃいけない、うん、どう思います？中国の北京で作られた法律に日本人が合わせろって言われたらこれはグロいねこれはグロいんですけど、と思うでしょ、どう考えたって。でも少なくとも今のヨーロッパ欧州連合の国々はそうなんですよ。ベルギーで法律を作ってそれを各国に押し付けてるのね、うん、そういう状況に耐えられなかったということで、まあ、ブレグジットで離脱派が勝利したわけなんですけど、うん、私ね、はい、そのイギリスがブレグジットって決めたのが2016年なんで、もう2016年以降はイギリスに移民が来ないと思ってたんですよ。だって欧州連合から離脱しちゃうわけだから、その後絶対厳しい移民制限始めるに決まってますから、絶対に、うん、だからもう行ったら大変なことになるから行かれんじゃねえのと思ったらね、逆に増えてた私予測結構外すからね。駆け込む、そういうことですね、まさに駆け込み移民なんですよ。駆け込み移民が増えちゃって、でちなみにこれか、これがですね、2016年、まさにブレグジットの年なんですけど、はい、ブレグジットの年の外国人移住者数、流入数、まあ移民受け入れ数ですね。はい、で、日本、もう4位なんですよ。そうなの？そうなんです。世界第4位です。まあちょっと1位が飛び抜けてるんですけど、うん、これアメリカだと普通の人思うだろうけど、ドイツですからね。ドイツ、アメリカ、で、イギリス、日本なんです。で、これイギリスと日本が、2015年からつばぜり合いしてます、ね、私は16年に日本がイギリスを抜くと思ったんです。なぜかというとイギリスがブレグジットになっちゃってもう入ってこないから、で日本相変わらず入ってくるから抜くだろうと思ったらイギリスも増えてたんで、まあ、おっしゃるように駆け込み移民が起きてたわけなんですよ。もう離脱したら入れなくなっちゃう。そうです、離脱する前になんとか潜り込もうっていうような、だからまあやっぱあれですね、現場を踏んでるわけじゃないんで、移民問題とかのなかなか予想外すんですけどその考え方はなかった、駆け込み移民があると。で実際に今すでにどのぐらい入ってるのかって話なんですけど、これが主要国の移民人口比率です。これも最新データなんだけど15年なんですけどね、何気にスイスが一番高いんだけど、スイスにいる移民はヨーロッパ人なんです、主にドイツ人とかイタリア人とか、お金持ちがスイスに移住しちゃうんです。というような傾向がある。もちろんあれですよ。まあ、アラブとか、アフリカとか、アジア人たちもいるんだけども、まあ、基本こんなに多いのは、スイスってのが、まあ、要はお金持ちさんの駆け込み寺みたいになってるっていう面もあるんですけど、ね、だから一般的な国家で一番移民人口比率高いのはオーストリアですね。ヨーロッパの中では。オーストリア。意外でしょ。うん、ウィーンとかあるところです。で、オーストリアはすでに、その反移民勢力の自由党と、国民党、日本で言うと自民党みたいなところですね、そこが連立政権組んで、で移民の制限にも入ってます。で問題のスウェーデン、何回も出てきてますけど、こういうスウェーデンは今民主党という反移民の勢力が伸びてますが、まだ政権は取ってないというか、組閣どうなったのかな、すいませんちょっと追ってないんですけど。でドイツ、はい、15% ぐらいでもう大問題になっちゃってるんですよね。で、イギリスが 13.2 ってことで、実はドイツより低いです、イギリスの方が。でもフランスよりも高い。まあフランス、イギリス、ドイツは大体同じぐらいですが、12から 13% ぐらいの移民人口比率になってしまうと、もう国民が耐え難いっていう状況になるんです。ちなみに今日本は 2% 超えたぐらいですか。まだまあ差はあるんだけど、でもこうなったら手遅れだから、その前の本見ればわかりますけど。ということなんですが、で、さっきまあ、コケさんが見破られたように、今のイギリスへの流入ってのは、これですね。命がけで、まあ移民がイギリスにやってくるんですけど、命がけで。どこからやってくるのか。物理的に。イギリスにどうやって入るんでしょうと。どっから入ると思います、移民が。海？島国なんだから当たり前でした。島国なんだから当たり前なんだけど、どの国からイギリスに入るかですね。どこなんですか？フランスなんですよ。フランスなんですか？はい。意外でしょ？はい。
フランスだってイギリスと同じぐらい移民さんの人権については優しい、優しい、というかフランスの方が優しいですね。あれですよね、川添さんが言ってましたけど、川添恵子先生が言ってましたけど、フランスの出生率が高い理由って移民ですからね、はい、だって一家が5人とか子供を産むんだもん、はい、ということで、まあ、そのフランスは、まあ、イギリス並みにちゃんと移民に優しかったんですよね。そのフランスからなんでイギリスに行くのかっていうのが問題なんです。なんでですか？これはなんでですか？ちょっと考えてみてください。だって同じぐらいの大体国民所得で、人権的な寛容さも大体同じぐらいですよと。で、まあイギリスは島国だけど、フランスは大陸国って違いがあるぐらいですよね。ところが、みんなフランスから移民がイギリスに渡ろうとするんです。だからドーバー海峡。一回フランスに行って。そう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 。ドーバー海峡を越えてイギリスに入ろうとするんです。で、まあ今年ですね、19年の3月末までに入りたいっていう駆け込みでフランスからイギリスに向かうんですよね。これがなんでなのかです。なんで？その政策が優しいとかじゃない？それは大体同じぐらいですね。同じぐらい。まあイギリスはこれから厳しくなるでしょ。いや、ブレグジットの後厳しくなると思うけど、うん、今のところあんまり変わらないと思います。これね、理由は一つ決定的で、言われてみたら簡単なんですけどね。さっきこれイタリアの移民ね、まあ、サハラ南の、サハラ南の移民たち、まあアフリカ人たちがどんどん北上してイタリアに入ってるって言いましたけど、はい、それなんでっていうのを考えたら答えがわかるんですよ。お仕事求めとかじゃないですか？その通りですよ。その通りですよ。うん、ということは、フランスよりもイギリスが仕事があるってこと。あるんだ。で、これは何よりの証拠に、まあ、失業率っていうのがあるわけですよ。ユーロスタット。ユーロスタットってユーロの統計なんですけど、フランスの失業率は直近で 8.9%。高いですよ、意外と。で、イギリスは 4.1%。半分未満。で、イギリスにとって 4.1% の失業率はね、完全雇用に近いですね。でもフランスは、そこにあぶれてる人が結構いるっていう状況なんです。つまり移民にとってはフランスよりもイギリスの方が稼ぎやすいし、一度雇用されたら多分首を切られないっていう可能性が高いわけなんですよ。フランスだと、フランス人労働者と職の奪い合いになっちゃうけど、イギリスだとまだ起きないと。だから。納得するでしょ？はい。まあそれはそう。だからこそ、なんとかその駆け込みでギリギリに入りたいっていう話になってんだけど、はい、それを理解した上で、日本の失業率が何パーセントか知ってますかってことなんです。何パーセント？なんと 2.5% なんです。じゃあいっぱい入ってくるというふうに思うのが普通ですよね、はい、どう考えたら。だってイギリスよりもはるかに失業率が低くて、うん、しかも少子高齢化で、まあ、これはまあ、読んだと思いますが、マレーも書いてたけど、ヨーロッパも同じなんだけど、日本の方が先行して少子高齢化による人手不足っていうのが深刻化してます。でね、よくね、人手不足の理由は安倍政権の経済政策のおかげだとかいう人がいるんだけど、県別、都道府県別の失業率見たらね、今ね、失業率が一番低いって 1.6% とかいうような状況になってるのが、例えば石川県、島根県、富山県、福井県、とか、なんかね、日本海側、北陸、山陰が多いんですよ。そこが日本で一番失業率が低いんです。そんなに景気いいと思います？日本海外の地域が。正直そんなに思わないですよね。違う、実際ないの。実際そんなことないのね。これだから、要は、で、東京がね、高い。東京 2.9% だから。失業率。はい。だから全国平均上回ってます。で、あるいは仙台がある宮城県も高い。で、大阪も高い。神奈川県も高い。この今の4つっていうのは、あと福岡。5つっていうのは、景気がいいって言われてるところなんですけど、失業率は全国平均より高い。逆に、どう見ても、景気悪いだろうなと思える山陰とか北陸地方が全国平均を引き下げてます、むしろ。これなんででしょうと。結構簡単なんですけど。人が集まってくるからじゃないですか。逆ですね、逆ですね。人がいなくなってるからですよ。ああ。はい。つまり若者が、ただでさえ少子高齢化で生産年齢人口少なくなってるところで、若者がどん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 都会に流出しちゃったら、担い手がいなくなるんだから、それは失業率下がりますよね、うん、はい。という話だから、どう考えたって人口構成の変化の方が、今の失業率に与えてる影響はでかいでしょ。はい。その証拠に都道府県別の失業率見ればいいんですよね、という話なんですが、まあ、それはちょっと置いといてね。置いといて、いずれにしても日本の失業率は今世界最低水準で、で、多分これから悪化することはまずない。うん、だって少子高齢化終わってないんですから。うん。うん。だから若者が貴重な時期っていうのは少なくとも20年は続くんです。だって今赤ちゃんをいっぱい生まれたって20年間ぐらい働かないでしょ。そうですね、はい。ということで日本の低失業率は少なくとも20年続くということを考えたときに、こんな時に移民さんどうぞってやったらどうなるんですかと。みんな行きますよね。みんな来ますよ。みんな来ます。でも、中国とか台湾だって若年層失業率、若い世代の失業率は2桁ですから。10% 強なんです。
まあ若者が割り食ってるんでしょうね、ある意味ね。それで、そのちょっと海を越えたところに、超人手不足になってて、一回雇われたらまず解雇されない。そういう国がありますよと。そこが移民政策を、ってことで移民受け入れやりますよ、なんて言ってると。考えたら、そら行くでしょう、って話です。そして移民の方とか来られたら、東京とか大阪とかに集中するんですか？あの、ね、分かれるんですか？都会部、都市部に集中化していくと思います。つまりもう日本人が入れないような街とかができてきます。もうできてきてるんです、実は。池袋の北とか、あるいはあの北海道も、すすきのの一部とか。そうなんだ。要は例えばこうビル建てるじゃないですか。で、例えば中国資本で建てちゃうんですよね。で例えば2階から上っていうのはもう中国人の店だらけ。日本人の景観入れないそうです。日本国ですよ。入れないんですか？日本国の北海道の札幌ですよ。入れない。危なくて。危なくて。っていうような、そういう道が、そういう街とかがいっぱい出てくることになりますね。だから本来は、シンガポールのように、シンガポール偉いんですよ。シンガポールは移民受け入れるのはしょうがないんだけど、お前ら絶対集まって暮らさせないってやるんですよ。バラバラに暮らせと。でも無理やり分散させるんです。そういうことできると思います、日本が。もう明らかに人権侵害ですよ。まあ、シンガポールを攻めたいわけじゃなくて、居住地を政府が指定するっていうのは、これは一種の人権侵害です。どこに住んだっていいじゃないですかと。そんなこと日本ができると思います。私はだからシンガポールは本当に立派な国だと思う。皮肉じゃないじゃん、皮肉じゃない。ちゃんと移民受け入れるんだったらバラバラに暮らさせないと、集まって暮らさせると、そこはシンガポールじゃなくなると。いうことで、ちゃんと政府が行政としてこうバラバラにしましてんだけど、日本できないでしょうね。できないもんなんですか。やってほしいでしょ。やってほしいんだけども、その、今、やってほしいんですって我々が言うだけで、あいつらは差別主義者だみたいな、ポリティカルコレクトです。ああ、鬱陶しい。まあ、PC に引っかかるみたいな話になるのと、あと政治家が、例えばそういうことをやるとか言い出したら、メディアから攻撃されるんですよね。メディアにはそういうのは人権侵害だと。まあ、人権侵害。人権侵害だとか言って騒ぎたい人たちがいっぱいいるわけなんですよ。そういう人たちが攻撃されると、その後選挙で起こっちゃうんですよね。多分。それと、まあ、沈黙するんじゃないですか。ほらほらほら、ダグラス・マレーの、ブラピカでしょ。こういう感じだったんですよね、まさにね。こういう感じでヨーロッパは次第に移民国家化していったんですよ。だから、毎回言ってますけど、黙っちゃダメ。特に政治家でも黙っちゃダメだし、むしろ、その、集中化されちゃったらそこは日本じゃなくなると。治外法権の世界になっちゃうと。もうある、そういうところだと。そうならないために、もちろん移民入れちゃいけないんだけど、まず入れるなと。入れるんだったら人権侵害的にバラバラに暮らさせようぜ。っていうようなことを言う政治家をみんなが支持する必要があるんですよ。そうしないと、まんま欧州の道だなと。どうですか？いやー。特に失業率が今下がってて、これからも下がるから危ないんですよ、日本は。でも、あれですよね、都市部は。他より高くて、そこにまた移民が入ってきたら、また失業率そこだけ上がっちゃって、そう買い叩かれることになるでしょうね。おっしゃる通りで、東京とかは、まあ、少なくとも地方よりは失業率高いわけですよ。なんでかというと、若者がどんどん入ってくるから、買い叩かれてるんですよ。そこに外国人が来るとどう考えてもさらに買い叩かれるでしょうという話なのに加えて、そういう外国人たちが、だと集まって暮らしたいって気持ちはわかりますよ。私だって外国に行ったら日本人と一緒に暮らしたいもん、はい。ということで、だんだん集まってて、で、集まっていくとね、外国人が増えていくと、日本人が出てくるんですよ。暮らしにくいから。特に学校とかの問題が出ちゃうから、いや、ちょっとここで子供育てるのはできないな、ってことで、だんだん移っていくわけね。そうすると、そこの空いたところにまた同じような民族が入ってきてっていう形で、街が作られていく。これまんまのパターンが起きたのがスウェーデンですね。スウェーデン。だスウェーデンの中には、もうアラブ人の国っていうのがいっぱいあるんですよ。街じゃないです。国です。もう空いていますけど。だってスウェーデンの、試験及ばないんだもん、そこに。警察も入れないという状況ですからね。そういうのが日本にいっぱいできていくんだろうなぁと。いうような問題もあって、そんなのは今のイギリスとかフランスの事例とかスウェーデンの事例見てるわかるでしょうってことで、こういうのに対して、まあ多分、なんでしょうね。日本人って優しいから。いやでもこういうこと言ったらなんか外国人を差別するみたいで、あまり良くないわな、良くないのよね、みたいな思い、ちょっと持ってません？あるかもしれないです。あるのはそれはよくわかるんだけど、それでも言っていかないと、まあ西洋の自史今読まれてますけど、はい、多分50年後ぐらいの世界は日本の自史っていう本を、ね、読むことになるんだろうなと思うわけでございますね。ということで今回は以上です。